それでは前置きがやりたいと思います。ええ声でしょ。やります。開始。お、序幕から。 RPG スクール2000のゲームやって、ねえ、どこへ行くの。いいとこ。いいとこかいな。急に？いきなり？ここから遠いの。もうすぐだよ。うん。お祭り楽しかったね。ああ、そうだね。男と女が祭りに行った後にいいところに、しかもすぐそこすぐそこ、完全に来年もあるんだよね。ああ、あるともさ。通り過ぎてから明かりがつくのはちょっと効率悪いですけどね。センサーの位置がちょっとおかしい。来年も来れる。また新しいお服もらえる。いい子にしてたらね。はあ、ほんと、じゃあいい子にする。このお服も汚さないよ。おお、音大きくなった。うん、これから通るって時に照らしてほしいから。楽しかったな、お祭り。あれ？あ、お母さんやったんか。お母さんどこ？なんだろうこれ、葉っぱ？この降ってきてるやつか。なんや。さあこっちへおいで。透けてるよ。おばあさん誰？おばあちゃんか。誰でもないのさ。どこへ行く？いいとこ。お前らみんなええとこ行くやんけ。でもええとこってことは、お母さんもそこにおるかもって感じかな。狭っ。さあ着いたよ。ゆっくりしておいで。1,2,3,4,5,6,7,8 畳や。そこそこ広い。ここはどこね。お母さんはいないよ。え、ここにはいないの。お母さんなんてものはもういないよ。え？じゃあお家に帰る。せやな。え？お前さんはもう帰れないよ。え？お前さんはもうここの子なんだよ。え？え？手続きとか。手続きとかあるやろ。さあこれでも食べておいで。それとこの部屋から出ちゃいけないよ。お前さんが食べられたいのなら別だがね。ああ、おお、音もう動ける。うわ、あいつ畳の上に直接直でおにぎり置いてく。テーブルとかあるやろ。中に黒い玉がいくつか入っている。木箱の蓋は固く閉まっている。あ、敷いてるか。一応おにぎり食おうか。美味しそうなおにぎりだ。食べますか。でも別にお腹空いてないしな。うん、そうそう、それは食べちゃいけないんだよ。あ、あ、こっちだよこっち。え、あ、あ、そこの玉を持ってきてここに入れてごらん。提灯が。おい、でもこのおにぎりグーン入れたったら嫌がるかな。黒い玉がいくつか入ってる。
ちゃんと手に、どう？手に持ってね。松ヤニ玉を戻しますか？戻すー。あ、めっちゃ怒られた。お願いしますやろが。また松ヤニ玉を持っていきますか？はい。装備しろってことか。あ、手に持つっていう。着物脱ごう。黒くベタベタした玉。うん、おお。いや、はじめまして。驚いてるね。オイラは影小僧ってんだ。君ここに来たばかりだろ。で、ここから出たいと思ってんだろ。出たいのなら協力してあげる。オイラは結構優しいからね。まずここで出されたものは食べてはダメだよ。戻れなくなるからね。あとここにいる奴らに見つかったら食われてしまうよ。こっそり隠れてる奴なら食べないのもいるけど。さあ出るなら早くしないとダメだ。早くしないと。なんやねん。もしわからないことがあったら教えてあげる。この印のついた提灯に今と同じように玉を使いな。ああ。でももうあと3つしかない。うん。はあはあ、なるほど。おお、お前。じゃあね、また呼ばれたとき。食ったらあかんのか。ちょっと待って。持っていきますか。あ、持っていくんはありちゃう。気に入らんやつがおったらガン食わしちゃったらええ。こまめに記録をしましょう。セーブな。キャンセルの音好きやな。お前もそう思うやろ。なあ、木箱の蓋は固くしまって、これもそのうち開けに来ることがありそうやな。行こう。おっと、うわ、影が映ってるぞ。棒を持っていこう。火がチロチロ燃えている。なんだか生臭い匂いがする。油の成分的なことかな。うわ、影があるから怖いよ。絶対に見つかるよなあれ。いや、意外と首が長いから足元見えてへんかもしれん。東大元暮らし。聞き耳立ててみよう。新しいの来たんだって。ついさっき来たそうじゃよ。それがまた聞いたと思う。うまそうな女の子だそうな。今度こそ食えるかね。さあどうか。でも食いたいね。まさか逃げ出したりせんじゃろうね。まさか、まさかそんな逃げたりなんか。おっていうか、今度こそは食べたいねって言ったってことは、先に一回逃げたやつおるやろ。これそいつと途中で出会って協力して、行くんちゃうかこれ。俺わかるぞそんな。扉は閉めてあるし、六六首に階段は見張らせてあるよ。でもね、あいつは意地が汚いじゃないか。油のことか。いやいや、もしその子を見かけたらこっそり食べちゃうんじゃないだろうね。意地が汚い。そこでおにぎりかな。お、火を消しますか。消そう。おや、なんだかいい匂いがしてきた。そうか。火消したらその油の匂いで、あ、今六六尾が言ってるってこと。行こう。長っ。油舐めてる。セーブしよう。首踏んでみよう。うわ、長
か首2、3歩は歩いてるわ2、3歩は歩いてるけど、そっからもう首でいってるわ。なっか、舐めた油がここまで来るのだいぶかかるな。どっち行ったんやろな。中から特に物音は聞こえない。入りますか。あ、そういう感じ。中の様子一回伺ってからなんや。入ってみよう。うわ、広間や。広間広間、食い物がいっぱいあるぞ。禅の上にはこぼれんばかりにワンや皿が乗せられている。動かしますか。はい。どういうこと。あ、とっくりとおチョコだけが乗せられている。ああ、なるほど。ご飯と味噌汁がとっくりだけが溢れ落ちそうな。まんじゅうとお茶。なんかこいつ、なんか なんやろ、それぞれの好みがあって。油揚げが大勢に持っていきます。持っていけそうなもん持っていこう。まだここはよくわからんな。ほっとこう。こっちはいけんのか。まあ脱出ゲームみたいなもんなんかな。家の中を迷いながら脱出を図る。お供えしよう。おらー。ああ、何お前、意地悪してたん。ああ、びっくりした。人間なんて食うやつの気が知れねえぜ。これが一番だよな。はあ。あ、そうやったんや。なんか、すごいぞ。あと、じゃあ、とりあえず棒を持っとこう。着物はいらんわ。動きやすいから。もうなんか怖いな。即死が普通にあるらしいよね。パッ、これ何や。今のところぐっすり寝る。あ、一つ目小僧なんかこれ。目閉じてんのか。ああ、いやー、引っかかった。一つ目さん、起きろ起きろ。ほーら、あんた早く逃げないと起きちゃうよ。そっちでいい。おわあ、死んだ。くっそ。なるほどな。棒でバーン芝居だったらええんちゃうか。なるほどな。大きな笑い声が聞こえてくる。騒がしいとこに入ったらどうなる。速攻でやられるから試してみよう。おお、ちっちゃいやつがうろうろしてた。ほっ。あ、おいおい、なんだこいつは。人の匂いだ、人の匂いだぞ。おお、わかった。こいつが今日のごちそうだな。ああ、うん。一歩踏み込んだらあかんのか。まあ、やっぱそういうことなんやな。うるさいとこは。おし。
襖引く時の音、銃声にも似たもんが。あいつ何しとんや。じゃあこっち猫か、寝てる。わ、人の匂いにはうまそうにゃ。ええー、もうかわいいやん。かわいいやんか。でんって。じゃあこっちは行かれんな。とりあえずまあこれ無視して声が聞こえてくる。忙しい忙しい宴会の配膳。ああ、わかったわかった。てかここで順番が聞けるんかな。試しに入ってみようか。ああ、お前かい。出ちゃいけないって言ったのにいけない子だね。あー、ゆっくり来てるわ。そんなに料理してほしいのかい。いや、そうじゃないけど。じゃあちょうどよかった。あー、もうなんなん。じゃあもう最初からやってくれたらよかったやん。なんで一回部屋に入れたのや、あいつ。タイミングとかないの。中は空っぽだが口は狭く入れそうにない。あ、トイレの神様川屋が。取られへんのか。そこの方から匂いが。棒を突っ込んでみますか。オッケー。一層臭い匂いが立ち上ってくる。おお、おお、臭く、棒が臭くなったのかな。ちゃう、関係ない。え、臭くなった棒を一つ目こその面のとこにグーン入れたったら、おにぎり、おむすびコロリン的な。ないか。特に意味のないこともあるんだな。じゃあこっちか。笑い声などして騒がしい。ぐっすり眠ってる。引っかかった引っかかった。なんで今ノックしたの。この壺をあの小さいやつにボーンってかぶせるんかとかも思ったけど、持ち運べへんな。一応 服着てみようか。おにぎりを持った状態でいろいろ試してみようか。意外とこいつら普通にこう、お疲れって言いながら横通ったらお疲れ様です言って通してくれるとか。おにぎり持ってるからいけると。人の匂いにゃうまそうにゃ。もう俺思ったんやけどさ、思ったんやけど、セーブポイントの、え、ちゃうわ、この提灯のとこでセーブしてからヒント玉使ってでロードしたらいくらでもヒントもらえるんちゃう。このゲームのクリアの仕方わかったわ。
逃げれた。そうか、逃げれたんや。ほい、笑い袋急に笑い出してどうした。笑い袋やったんや、あいつ。はあ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 。で、なんで一つ目小僧がこっちに来て、誰か入っとんのかみたいなこと言われるときに棒を突っ込んで匂いを出して、よしよしよし、そうかそうか、そういうことか。あと服は脱いどいて、ほらほら、臭いやろ。おお、何、全然違うかった。あ、全然違うかった。お主困っておるな、隠して死んぜよ。ああ、ありがとうございます。なんだ笑い袋、ネズミ一匹おらんではないか。笑い袋楽しそうやな。何でも楽しいんやな、あいつ。少々臭いのは気にせんでくれ。ではな。あ、おじいちゃんの見た目してる。ブーって言おうと思っちゃった。あれ、それっぽいしな。棒を引き上げると何かが引っかかっていた。もう完全にうんこやろ。あ、そいつは時戻しの玉とい、玉って、玉落としてモテるやん。身につけておれば不都合な時に一度だけ時間を遡るものじゃ。臭い、もう臭いもばっかりになってくるわ。もしいらんかったらその壺の中にでも入れといてくれ。ほう、ちょっと待って、入れたろか。ありがとう神様。なんか置いといたらええことありそうやな。置いていってみようかな。また寝てるやん、あいつ。不都合な時ってどういうことやろな。おっしゃ、誰もおらん。記念食器。おおお、そういうことな、そういうことな。あ、そういえばエンディングはマルチって書いてあったね。大ぐらいは寂しがりや、甘いもの好きと大酒。もうもうこれはメモらなあかん。うまいこと並べなあかんってことな。みんな仲良くせえや。もう、次、下校は隣の隣の酒の匂いでも気持ち悪く、左利きは神経質、肘が隣に当たらないように。はいはい。誰に言うてんのやろな、この心得は。あのババアしかおらんかったのに。はあ、うん、配膳することね。どこからか、かすかに歌が聞こえてくる。絶対ここやん。と、見せかけて、こっちか。かなり深そうな穴だ。中から、うん。ほら、来た。完全におむすびコロリンやわ。リン、スタンターン。コロリン、スタンターン。
はあはあ言うてるわ。イジトゥです言うてるわ。おれい、よしよしよし、よよ、穴に思い切って飛び込んでみますか。いやそれはええわ。あ行く行くわ。でよし、うわ人間の子供やで。なるほどネズミって座布団座るんすね。でもな、ここはいい場所よ。何はともあれ食べるものはたくさんあるでな。外の世界はそりゃひどい。わしらも以前は寝ている人間の、ああどういうことや。ともかく出たいのなら止めやせんし、わしらにできることがあったら協力してもよい。おにぎりのお礼だてな。はい、キネ持ってくんのか。なんとかしてキネを持ってきたら、このおむすびを元に餅を作ってくれるみたいな。俺の任務は上から食料を調達することさ。危険な任務だが、俺は危険を愛しているからな危険も俺を愛している。お、なんだって猫が道を塞いでいるのか。あいつとやり合うのは久しぶりだな腕が鳴るぜかっこいいこいつ。神速の足を見せてやるからな。さあそこでじっくり見ていろ。ガブーッ食われてさあそこでじっくり見ていろよ、行くぜって言うた次のページも思いっきり食われてるコマな。なんか衝撃的な展開の漫画でよくある手法。ネズミの匂いがするにゃ。二足歩行じゃないですか。早っ。待つにゃ。やった。ありがとうネズミ。ネズミありがとう。今だ。俺が食われている間に。おお、びっくりした。え、なになになにこれ。え、なんで上がれたん。びっくりした。縄が落ちてる。なんかもう昔のもうファイナルファンタジー2とかの隠し通路かと思った。縄だけか。よし、はい、あ、巻物に墨跡鮮やかに書きつけてある。読めるところは杖刺したればそれ根付き木となりぬ、それすなわち坂松という。何言ってんのかもう分かれへんわ。もうああ意地悪じいさん欲張って餅を抱えて立ち往生。モテるだけなら良いものを。ネズミにかじられ赤木わな。怖っ。ああ、お前は誰だ。俺は誰、あ、最後俺は誰ってなってる。鮮やかに書くそんなこと。長い。長い。長いわ。長いしも全然読めへんしも、もう分かれへん。よう読めたなこいつ、ちっちゃいのに。そう、あんなん読めたんやったらもう全部読めるやろこいつ。ああもう全然分かれへん。
もう全然分かれへん。もうお前の学がすごい、お前の文化レベルがすごい。なんか投げて食うてる間に行くみたいな。ああ右の、ちょっともう何言ってるか分かんないっす。いやもう分かんないっす。神様の話よう読めたなこいつ。そんな、あれ、あ、おるわ。穴が開いてる。指が2、3本突っ込める程度の小さく浅い穴だ。ここにじゃあ杖を突っ込んで、どうこうってことやな。怖い。なんと棒から根や枝が伸びて木となり実がついた。その実は桃のように見える。すごいな。取ります、取りますよ。そうですか。何にしてもその音よ。音、うん、おるやん。大黒さんみたいな、寝てんのかな。起きとる。なんじゃよお前は。座敷わらしかね。はい、わかります。じゃあおやすみなさい。てれれれれてて、お前桃とか好きなんちゃう。縄の趣味とかあるんちゃう、うんうん、もうええわもう。はい、紙何か書いてある。御用の際は、あ、なんて読んだか俺分からへん。あれ、下の男って書いて、男の下下男、あ、下男そのままでええんか。下の男ってお前そんな男の下、おいおい、バカ野郎。しこ。何？本当にここからもう出てもいいのかい。え、ちょっと待って、何言うてんの。いや、本当にもうここからもう、なんやねん。配膳せなな、配膳。ネズミどこ行ったんやろ。さあ、ちょっと俺っちを倉庫に戻してくれないか。いやねんこいつ。お礼もしてあげる。扉の向こうに誰かいるかどうか持って歩けば調べてあげるよ。ええで。膝とか入れた。聞いての通りめっちゃいるんですけど。うるさい、お前うるさい。倉庫ってどこやろな。便所に投げたら怒られるかな。ああもう、ああうるさい。匂いをこう袋にガンガンに詰めたろ。
こん時は言わへんのかい。倉庫ってさっきんとこか。誰もいなかった。何言うんやねんこいつ。うるさいわ。戻したろ。約束を守った良い子には褒美をやろう。そこにかかってる鬼の面貸してやるよ。少しの間なら奴らをごまかせるかもね。お前の許可が必要やったん。お前が何を言う言おうが持ってこれだけどな。少しの間ならっていうのがなんかちょっと、そうか。じゃあ鬼の面をつけて配膳を手伝うって感じかな。まだ舐めてるやん。舐めてるわ。体いってさ、もう手でガシって掴んでやりゃええやん。さてと、配膳。ああ、これがあれか、座布団なんか。布団に見えたわ。この前に置いてったんやな。情報、さっき携帯で撮った情報。左利きが多分最初に置くべき、やつかな。左利きの、左利きかどうかなんかどうやってわかんねん。肘掛けが、なるほど。ちょっと他の情報、ちょっとなるべくちょっと考えさせてな。王ぐらいは寂しがり屋だから、王ぐらいはど真ん中にしてやった方がええと思う。こぼれんばかりにはやさらが。完全に蹴ってる。ちょっとこれは、ああこうでか。で、甘いもの好きと大酒飲みの仲は悪い。下校は隣の酒の匂いでも気持ち悪くなる。左利きは神経質、肘が隣に当たらないように。甘いもの好きと大酒飲みの仲は悪い。隣り合ってはいけないってことか。結構は隣の酒の匂いでも気持ち悪くなる。ちょっと待って。あれ、内容を再確認したいんやけど、前か。とっくりとおちょこ、これは酒やな。ご飯と味噌汁が、これは酒を飲んでない。とっくりだけが溢れ落ちそうだ。大酒飲み、まんじゅうとお茶、甘いもの好き、ご飯と味噌汁、とっくりとお茶こ、
と甘いもの好きと大酒飲みの仲は悪いから分けなあかんと。左利きのやつの特徴はなんやね。だから甘いもの好きと大酒飲みのは隣り合わないようにして、で下校は隣の隣の酒の匂いでも気持ち悪くなるから端っこにして、その隣もその隣も、酒は入れないように。これは酒でしょ。甘いもの好き、結局めっちゃ蹴るやん。まんじゅうとお茶、甘いもの好き、甘いもの好き、左利きのやつは酒甘いもの好き、ご飯味噌汁、ちょっと待ってよ、もう一回見ろ。甘いもの好きのやつが下戸ってことか。ちゃうな、仲が悪いってだけやもんな。とりあえず適当にやってみるか。とにかくまず酒で大酒飲み、これどうやって動かしにくいな。まんじゅうとお茶、まんじゅうとお茶も甘いもの好きもどっちも酒じゃないしな。でこの大ぐらいのやつが酒があったかどうかは分かれ。まんじゅうとお茶とりあえずもうこれをこう大酒飲みでしょ。ちょっと分からんけど、ご飯と味噌汁、左利き、これ左利き、肘置きってどっちに、まあええか、とりあえず置いてみよう。あ、すごい、何もこらへん。全部なかったことになってた。ちょっと待ってよ。笑い声がしてる。セーブした人ちょっと入って、あ、なんやねん。答える、はぁ、一つ目です。いや
きても持ち運びたいのにな。さっきの中庭もうちょっと探索したかったよ。つるべは重くて動かせない。朝顔につるべ取られてなんとか水ってやつな。ちょっとねずねず、なんかないの？あ、お前完全に撒いたんやな。はしごかけるんすね。鬼の面効果なくない？並べた時点、正解の並びにした時点でお話が進んでくれるのかどうかが気になるな。多分でもそんな感じやな。甘いもの好きとワインやサラが、これがねワインやサラガって言うてるから、酒も乗ってんのかな。ご飯と味噌汁、お酒飲む。甘いもの好きと大酒飲みの仲割れ、隣り合ってなかったらいい。で、ご飯と味噌汁。じゃあ酒飲めへんやつが端っこで、その隣、あれこれさっきと一緒か。これとさっきと一緒やな。前回言ってみる。じゃないと、じゃないとね、酒が、まあ一回並べてからちょこちょこ入れ替えたりしてみよう。あ、ちゃうわ、別に誰に頼まれてるわけでもないから今やっても意味ないかな。関係ないかな。わからんな。ええわ、帰ろ。あっち行けへんし、こっちも行けへんし。よし。また食うてるやん。下も行けへんけど、まあ名乗れって言われたからなんかあるんかもな。とりあえずは置いといて、ここは話し声が聞こえる。ここが入れんかったよな、さっきは。持ち物は、桃の実、縄、桃の実と縄。行ってみるか。おはようございます。お、新入りが、よしこっちへ来い。誰が言うたん。さあ飲め、向かい酒だ。遠慮せずに飲め飲め、さあ飲め飲め。無理やり酒を飲まされた。飲め飲め飲め、めっちゃ飲ますやん。だんだんと世界が回り始める。うわわ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 わ、あ、お前バレた。人間だな。なんやねん。
なんやねん。ごまかせたけど、ごまかせたけども、あ、こっち側から入れば。おなんで同じ部屋に入り口が2つあるんやと思ったんや。来た。どうしよう。あははお前目ええな。くそ、そんな遠くから、そんな遠くから。ええ、でもこの状況なんか、話しかけられん。ほらほら、ちっちゃいやつ。お、よいよいよーれいらい。なんやねん。くそ、なんか意味ないんかな。でもこっからもう出たら見つかるしな。試しにこっちから一歩出てみようか。見つかるわ。見つかるわ。いや、縄かな。縄であのちっちゃいやつグーン縛って。なんでそんなことすんねんの。あいつを縛ったからってなんやねん。一応試せることは試してみんとな。着物も着ようか。こんな、こんな、うらぁ。うらぁ。うわぁ。なんもないわ。あお。するんやろ。ちょっとあのハゲと話してみようか。おっす。怪しき者なし。見張りも忙しくりし。わからんぞ。縄これも別に何もなかったしな。桃持ってても意味なかったし。おお、あれ、なんで、何がフラグやったんや。七死太郎、誰が七死太郎やね。水を一杯所望するぞ。井戸かな。そこにいっぱいあるけどな、水。みずみずしいからもう桃で我慢しろみたいな。中庭からかな。台所みたいなのもあったしな。普通にあるか、あそこに。水ないってどういうこと。ここに。重くて動かせないって言われてもな。おちょこかおちょこかなんかをこう見つけて、縄つけて、食器を持っていかれ。
絶対ここにいっぱいあるのにな。違うか。どこや、どこや、ミスって。いや、こっから持ってたらややこしいもんな、絶対。この辺の食器持っていくとか言うんやったらさ、さっきの食い物の準備してるとこでやりゃええがなっちゅう話やもんな。あっちは行った、あっちは行った。さっき行けんかったとこ行けるようになってる可能性うん、なんか水入れるもんない、水入れるもん。あ、あー、鬼の面をつけてたらあれか、さっきの大黒さんみたいなやつが話しかけてくれるのか。難しいな、ヒントを得よう。けなあ、けなあ、水くれ、水。あれ、ヒントもらうやつないな、ここ。こいつ動きゼロやな。分からんな。おむすびコロリン、あー、もう怖いやつな。こっから水持っていけるかな。ほっもう エビアン組んできて、エビアン。ちょっとあの配膳ゾーンでヒント使うわ。もちろんセーブしてからな。あれどこや、ヒント使えるようなあれが、ヒント使えるやつがないやん。わあ、できまった。ああ押す。お前のヒントのクオリティしょぼない？知ってるよ、それは。くそ、長さがあるからな。いつ、
ちょっとじゃあもう一回やるわ。これはそのままで。左右入れ替えてるかな。誰が左利きか分からへんもんな。これはでもまだ別に求められてないもんな。いやまあどうせまだ2つあるし。うらぁボケぇ。さてと、いろんなとこでヒントもらおう。どうせならいろいろヒントもらってからロードすればよ。後ろぐらいの合言葉なんて決めてるから気をつけて。合言葉、合言葉、合言葉。水欲しがってるやつのとこにはなかったんよね。提灯が。あれでもいけんのかな。やっぱいけんな。ヒントシステムの守備範囲狭ない。でも出てええんかな。出てええんかな。一回出てみようか。なんかバッドエンドになりそう。出ます。さようなら。え、うわあ、うわ、こわ。急がなくて追いつかれて、うーわ怖い。懐に入れた持ち物がどんどん重くなってきた。うーわ捕まえたぞ。一人当たりの取り分少ないで。さて捕まえてこいつは食ってもいいのか。いや、親方様が連れてこいと申しとった。では連れていくか。顔を合わせるの。お、終わってない。こちらはお主のことをよく知っておるよ。さてお主はここに来たばかり。人の世とのあまりの違いように逃げ出そうとするその気持ちはわからんでもない。しかし今さら戻ってもただ辛いばかりじゃ。ここで暮らすが一番良い。さあお食べ。食べない。そうなると我らがお主を食うこととなる。ここは人が折れぬ世界じゃ。さあお食べない。さてもう人の身はさほどしがみつくものか。遠い昔じゃ忘れてもうたわ。ではお主自身が捧げ物となるがよい。わあわあ。あ、ここや。ここでヒントや。ここでヒント使おう。ヒント使うで。結構危ないとオイラは思う。あとにお前のヒント、お前の言うてるレベルのことはもう知ってんねん大体。お前の言うてることは分かってんねん。もう結構危ないとオイラは思う。俺はそう考える。なんやねん。くっそ、うん、あの一つ目のやつに、桃やってパシリにしようかな。おい
見回りとかもええからお前ほら水持ってこいやほら。じゃあ、じゃあ一つ目が二人同時に並んだ時に並んだ時の縄でグーン。でけへんし、なんかすごい仲良くなってもたこいつら。あ、抜けへんようになった。あ、いけるけど、さあさあ。もう、あれ、あれ、え、あ、ちゃうな、入ろうとしたらあかんねんな。うん、いくら引いてもびっくりしたる。はぁ、わからんな。配膳うまくやるしかないんかな。合言葉のヒントがないもの。縄で修理する。いや、壊れてるんじゃなくて力がなくて無理って言ってるから。だから力がなくてもなんとかなるようにその辺の食器にこう縄つけて、お手製のねえ、鶴瓶を作るんかなと思ったんやけど、そうじゃないしな。鍛えるか。キッチンとかでね、あの料理してるときにこう斜め腕立て伏せとかしたらこう鍛えれる。あ、ヒントあるじゃないですか。ほら、呼んでるよ。うん、なんだかここは落ち着かないな。ふわふわした気分になるよ。え、どういうこと。桃を、あ、小ぶりの桶だ。え、小ぶりの桶だ。え、これやろ。あ、これやった。ちょっと待って、あー、もうなんか画面触ってもた。もう、ちょっと待って。よし、これやった。いや、やった。鶴瓶完成したわ。あったやんけ、やっぱりポケ。行こう。簡単なことやった。行け、リトル鶴瓶。の中に何かが入っている。うん、何これ、串か。大手だけど、つけ、いや、水ください。よし、これあの宴会してるとこさ、女の人おったでしょ。あいつに串やるんちゃうかな。その前にまあ水運ぼうか。よし、バシャーンかけとって。うせやん。うせやん。なんもくれへんのかい。あれでも鬼の面と串が両立でけん。いや、でもちょっと行ってみるわ。ほら、お前ちょっと串欲しいんちゃう。全然ちゃうわ、帰ろ。
武士が手に入っただけよしとするか。あ、なるほどな。素顔で行くか。こいつ優しかったもんな、別に。他のところがどっか行けるようになってるかな。さっきのバッドエンドの時ね、なんか持ち物がどんどん重くなってきたとか言ってたから。あっ、七七太郎、来た、俺来たわ。七七太郎、七七星太郎です。よっしゃ、こらポケ、怖い。賭け事してる。博打してんのか。超過半過、超過半過の一発勝負。なんで2回言うた。誰がチビや、しばくぞお前。おう、いつでもやったんだ。長藩のルールちょっと教えてもらっていいですか。うんうん、はいはい、うん、はいはい、うん。お金、せやね、初めてやね。優しいとこあるやんお前ら。ああ、負けたら、あ、そうな、オッケーオッケー、できる。どっちに転んでも大丈夫や。超超ハン、なんか蝶のことを裏切ってた。うん、やっぱ蝶なんや。蝶あれやっぱりハンなんかな。やっぱりハンでいこう。確率的にももう次は蝶。わあ、マジか。酒、おお、座敷にちょいと忍び込み、ああ、はい、酒水の頃ああ、そういうことなんや。はい、わかりました。なるほど、なんぼでもいけるわけや。ええもん手に入れたわ。おっしゃ、こい、おら、飲ませろ、おら。
よし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 、お前小さいのに強いな。よし、もう行っていいぞ。うわあ、全然話しかけられん、こいつら。大したことないの。まだまだいけたけどな。めんどくさ。うせやん、うせやん。よしよし、もういいぞっていうか、なんかないんすか。なんかその、何やったんすか、この感じ。あれあれ、あれ結局あの部屋で何も得るものなかった、なんとなく。もう一回水汲んどこ。どうしようかな。どうやって木に運ぶんやろう。金を手に入れて、その金で誰か使うんかな。何も変わってないよな、ここ。飯はまだできてないな。わあ、酒吸うやつももらえたわけじゃなかった。取り返された。キネは落ちてるけど重くて運べ。どういうことや。右下の部屋空いてるかな。くっそくっそ、何のアイテムも別に増えてないし、なんやねん。なんやねん。ああそうか、もうさっきの部屋入っても大丈夫になったんかな。ちょっともう一回入ってみようか。ほっ、あ、入れるようになったわ。来た。でもここでここでこいつやと思ってんけどな、串は。ここで取って大丈夫か。えい、ママよ。そうやな、ここで取るわけにはいかない。でも着物なら取れる。ここで桃か。桃誰か好きなやつおれへん。おお、なんやねん。オス、小さいと見くびって悪かったな。見くびってたんかお前。どつくぞ。
こいつもも好きそう、アホそうやし。ほらほらほら、こいつ。水を入れた桶、関係ないわな。あ、そうやそうや、これ気になってたんや。そういえば最初来た時に招待状と書かれた書簡、こっそり持っていきます。ゲット。主人の部屋へのお招きらしい。そうやそうや、気になってたこと忘れとったわ。最初あれを拾おうとして見つかって飲まされて死んだんやな。よし、御用の際は下男まで。下男ってとこやな。おい、招待状やぞ、こら。むしろ素顔のままで、あの一つ目に出会って、うわなんじゃこいつ人間ちゃうんかと思ったら、招待状持っとるやんけ、えへーという狙い。あ、問答無用。何者だザクって、とんだ武闘派組織やな。教育のレベルがすごい。あ、入れた。しゃあ、引き出しはいくら引いてもびくともしない。なんなんその基本的に何もかも重い。お、白と黒の石が入り乱れて並んでいる。うん、名前は必要ない。入れたってことは何かあるよな。水を入れた OK。 いや、こんなん関係ないよな。でもさっきのバッドエンドの時の部屋。桃の実を持ってたからってなんやねんな。ああ、せっかく入れたのに。これを読んだことだけか。出たらなんかまた変わってるかな。そろそろ配膳のターンかな。死んでるんちゃうんか。もうちょっと待って、もう一回ここ来るわ。
包帯状。おらんようになってるやつらがいっぱいおるんやけど、わからんぞ。配膳がこう正解なのか間違いなのかもわからへんのがきつい。その並べてみたけどダメやから進まへんのか、合ってるけど何か別のことをせな判定がされへんのか。正解やったらなんかあるの。じゃあやるか。左利きっていうのはね、このご飯と味噌汁でちょっと思ったよな。ご飯が左、味噌汁が右でしょう。だからこれは普通の右利きの飯だと思う。じゃあだからこうってことか。左利き用の並びってことは左におちょこ、右にとっくり、これって左利き用か。でも酒をここに入れてしまうと、あってことはこれがこれ、こいつが左利きなのかな。で酒は2つ並べて、で大飯ぐらいは真ん中、酒飲まへんやつは酒から2つ以上離して、甘いもの好きと酒は大酒飲みは隣り合わせにしない。おっしゃ、なやなやこれ、さっきの衝撃で何があったん。こんなもんまたいだらええやん。これで通れんかったんや。よし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 、よっしゃ進めるぞ。まず金目のものを探そう。はい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 、もらいましょう。あの帯をつけたことにより、力がみなぎってくるという。俺思うんやけど、これここ全部置いといた方がいいと思うね。持ち物がどんどん重くなっていってっていうバッドエンドがあったやんか。だからさっきの松屋に玉もさ、そしてこのこれもさ、だから置いていけるんちゃうかと思うやん。そうか、もっと言えばお面もや。わざわざ戻せるんやもんな。
これはええんか。招待状、桃の実、招待状持っとくか。え、逃げる時の逃げ方がこれか。てかもう全然わからんのよな。食い物か、食い物を投げて食ってる間に逃げる。あっ、で串で引っかいて、おこういうことか。これはちょっと全然わからんけど、ああもう、結構ええとこまで来てるとは思うんやけどな。招待状、水を入れた桶、あ、桶も戻していこう。よし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 、オッケーを戻して、オッケーって言ってから行こう。あ、ちゃう、ここじゃない。ちゃんとそれはもう様式美としてやっていこう。オッケーを、よし、出んちゃうか。そして記録7番に保存して、これでクリアじゃないですか。本当にもうここから出ていいのかい。イエス。どうや、招待状は置いていくとこは見つからんかったと思うよな。まあまあ、なんかダメそうやったらまたなんかわかるでしょ。どうや、ああ、もう怖いわ。いやー、またかー、またかー。いや、で、捕まったけど俺招待状持ってますねんのパターンちゃう。俺は2回目やけど、なんか奥光ってるの、あれ何や、あれ。食べない、一緒か、食べない、あ、あかん。食べてみるか。あそこ光ってたな。1回目のバッドエンドの時あんなとこ光ってたっけ。あのスペランカーの花火みたいな。あ、すごいなこれ。ちゃんとどっちの扉のどっち側から出たかがちゃんと反映されとる。芸が細かい。よし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 、はい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 、食べない、食べる、はい、わあ、ああ、影になった。永遠お家に帰りたいの。こっちだよこっち、ほらその玉を持って、
あー、影小僧になってもた。結末後読みとのちぎりみたいな、分かれへん。あー、一応エンディングなんこれ。マヨヒが読もマヨヒ魔法の上位版やわな。まあまあグッドエンドじゃないから終わりって感じな。うん、なるほど。グッドエンドはカンっていうな風になってないとな、チューンソフトのあれにのっとってな。よいしょ、行こう。あれあ、招待状を持ってたら入れる。うわ、そういうことか。あ、光ってる光ってる。鍵木箱か。招待状がなくなってる。よし、軽くなったぞ。こいつの尻とかにこう鍵グーン入れとったら遠くの方でって声が聞こえるやろな。ここには糸のほつれ一つない新しい着物が収められていた。ほう、手に取るとはらりと襟がはだける。そこにはどうしてだかすっかり忘れていた自分の名前が縫い取られていた。おお、自分の名前が、そうだ、俺の名前は年相だった。ぼんやりとしか思い出せなかった母の顔、父の顔、村の光景が頭の中に鮮明に映し出され、年相は名前を取り戻した。一時はどうなることかと思ったけど、俺も自分のこと思い出したし、これでやっと帰れるわ。はあ、お前かなんな、もう早く帰ってプリン食いたい。よし、お疲れー。セコンかけといて。疲れお疲れ、さよなら。はい、お疲れ様です。これは来たやろ。どうや、あー、ここまでは怖い。
急がなくて追いつかれてしまう。おらー、振り返り、カツラの帯を投げた。でーすると山ぶどうが生えてきて妖怪の一部の足を止めた。よっしゃー、どえー、振り返り、串を投げた。シュッと竹の子が生えてきて妖怪の一部の足を妖怪の一部の足めっちゃ止まる。よっしゃ行くぞ。うら、振り返り、桃の実を投げた。桃の日に耳にひるんで妖怪たちはすべて桃つよ桃つよ、桃だけでよかった説。おっしゃ、戻ってみたいけど行くか。おっしゃ、出口目だ。おっしゃ、ん、何、ああ消えてった。おっしゃ、まだ間に合うかしら。あの子、私が来るのを待ってるかもしれない。余生を辛気臭い両親か、これすっごい茶色い。でももう遅いんだ、お前だって納得したことじゃないか。でもやっぱりあの子はもう山の神さんのものなんだ、帰ってこないんだよ、諦めろ。そういう風習なの、この土地は。ねえ、それにもし帰ってこられたらお社に連れて行かずに隠してたんじゃないかって疑われる。それで俺たちみんな村八部だ。ここじゃ生きていけなくなる、わかるだろう。こんな夜遅く誰かが来るわけないだろう。風だよ。そんな風ある？おい、待たせたな。俺だよ。どうした？ただいま。おかえり。おかえりね、本当に。母さん。おい、本当にあの子なのか？本当に。もうどこにもやらないからね。逃げよう。うわー、おとん、おとん、この村でなくとも暮らしていけるさ。結末3、どこまでも 3?3? 1巻めっちゃあったけど今のエンディング今のエンディング1巻めっちゃあったけどマジか。そうか、なるほど。1位はあとちょっとだけで、セーブデータ的に手遅れではないの？そこだけちょっと教えてもらっていいですか？
いけるの？手遅れではない。名前も手遅れじゃないこれ。じゃあやるわ。やります。名前まで手遅れちゃうやろ。誰の名前が手遅れやねん。これが結局何もしてないよな。何にも申し付けてなかったしな。まあ、さっきのコメント見た限り、そのもともと最初からおったあの影、何やったっけ、影坊主みたいなやつな。あれもだから過去に連れてこられた子ってことよな。やに玉あと1個、黒くべとつく何か使い切った方がええんかな。でももう使うとこなんかないんちゃうんか。ここにおるとなんかふわふわするとか言っとったな、あいつ。ここで呼び出したとき、なんでや。黒い玉を使い切りたくても使える場所がもうないんじゃないの。追ってくるやつらをなんとかせんといかんぞ。遠距離砲も持ってんの？目一個だけなの。ここで使うか。あそこで使ってあの影が出てきたら、あの影引き連れて一緒に逃げるんかな。
そんなに我慢できんかったんやな。最後に持ち物を確かめて、必要なものはちゃんと身につけて、それ以外はいらないよ。これで終わりか。なんだか一緒に遊んでるみたいで楽しかったよ。おお、一緒に行こう。そんなそれはできないよ。もしオイラが他の人間に見つかったら、君も化け物扱いさ。やっぱ一人で行こうかな。化け物扱いとかもなんか就職の時とか絶対きついしな。いやでもそれでも嫌やけど、じゃあ一緒に行こうや。本当はオイラもそうしたかった。一緒に連れてってほしいぞ。おっしゃー。そして14番に保存、行こうぜ行こうぜ、バケモン。おっしゃ、行こう行こう行こう。いける。さっきやったから大丈夫。さっきやった通りにやるから大丈夫。はい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 、おいしょい。あいつほんまについてきてんのかな。おいしょい。152キロで桃投げる。よし、さあ帰ろう。おるか、おるか。どうや。おお。もういいかい。まだだよ。あ、もうお日さん、山の向こう。早く帰らないと山の神様に取られるよ。じゃあね、また明日ね。帰ろ帰ろ。あ、こんな道やったんや。おお。お家へ帰ろう。あ、もうその後か。こうして一緒に。ええけど、その出てくる時のブイーンっていう音だけちょっとやめてほしいな。なにぃにぃこれでにぃぃ影と一緒に。いやでも正直位置感はなかった、さっきよりも。ああ、さっきよりも位置感はなかったよ、確かにね。ああ、さっきのやつの位置感すごかった。
なんなんもう1巻とか。一緒に行こうと言ってからの。さあ、そこからやな。あかんかった引き出しがあったよな。あ、でも招待状が消えてしまったからあの部屋にはもう入られんか。お前は誰だ、お前は誰だ、俺は誰だ。入れんか。ふわふわする言うてたとこ行ってみるか。いやこれは無理やん。いやこれは無理やんか。この状況で見つけられるのは無理やん。いやいや、キラリンキラリンじゃなくて。そこきらめかれても。結局そのキネを運んでやってみたいなことはないんか。火を消す、いやそんなことできへん。はっ、水で、ない、そんなこと。ちょっと待てよ、調べてないところ、調べてないところ、あの部屋も行ったし、あの部屋も。ミスが入ってなかった。もう答えやん。
ほい。おっと、ディオがチーズ打てる時の音。火を消すね。火を消しました。消したからなや。消したからなや。とりあえず行ってみよう。ゆらゆらせんで済むかな。絶対バレてるやん、もう俺の存在絶対バレてるやん。もう誰かがもう水バッシャーかけて火消してるってもう絶対バレてるやん。あのババアに完全にバレてるって。もうやばいって。もう今めっちゃ探してるって多分。消してからので調べんのか。うい、入っていけんの？いやもうあかんで、もう一回あいつ火つけに来るって。行こう。かまどから？何あれ？一枚のお守り札がぽつりと落ちている。泥に汚れた中、かすかに刻まれた名前が見えた。あいつの方の名前がな。そうか、あいつは名前を思い出してなかったからか。これで思い出したか。三ノーマル龍二。あいつ連れてこないと。あいつ連れてこないと。ないよ、松ヤニが。松ヤニ玉もないよ。手遅れやないか。じゃあ、おほほほ。足りてないわ。マジか。そんなデータ…
そんなことなると思わへんやもうこの時点で1個しかないこの時点で1個しかないここでええの？ちょっと待って。どこや、じゃあ。じゃあどこや、どのデータや。近いやつで言えば。時点でもう持ってない。名前を思い出した。名前を思い出した時点ではまだ持ってたはずやねんけどな。これも一緒に行こう。これか、このデータか。全部置いたんやったっけ。よし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 、いいよ。静かやわ。あるある。よし、他なんもないよな。じゃあ出口のところでは使わんでええってことな。よいしょ。絞りかすだ。よし。からのバンサー。戻して入って、よし。手つけやな、その場所。その札読んでみろ。少しだけ読めるところがあるね。平太郎、え、ダサ。オイラの名前ずっと忘れてた。影小僧じゃないよ、平太郎なんだ。ああ、ありがとう、名前を取り戻してくれて。オイラも君と同じだったんだな、平太郎。下手を。これでオイラは平太郎として生きる。もう助けてあげられなくなるけどごめんね。でももうここから抜け出せるはずだよ。さあオイラも君も行かなきゃ。さようなら、トシゾウ。かっこええ、その名前。踏んでいこう、帰りが。そうか、あいつと一緒に行くわけではないんか。それぞれで帰ったら。せやな、だってあんな影
影小僧と一緒に生きていくとかもう絶対嫌やし、もうしんどいし、普通に一人の方が絶対ええし、だってこれからいろんなこともしたいし、なんかかっこいい男の人と出会ったり恋愛したり、子供だって欲しいし、あんな影と一緒じゃやっていけん。帰ろ、普通の女の子に戻ろうっと。よっしゃ、これやわ、これですわ。はい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 、よいしょい、山ぶどうからたけのこからの桃、桃ももあのこのお尻みたいになってるとこにこう指引っ掛けて投げるからね。はい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 、ちゃんとスト2のチュンリーのエンディングって分かってくれるコメント好き。行きましょう。平太郎ちゃんと逃げとるか。これは私が昔子供だった頃の話です。この後私は見慣れぬ場所をさまよい歩き、気がつけば一本の道の上を歩いておりました。そしていつしか水の流れの音を聞いていたのです。全然家使えん。ここ村境だ。橋を渡ると敵が強くなるからな。あ、なんか流れてきてるよ。なんだろう、引っかかった言うて笑い男出てけ。大丈夫、おわん拾った。わけのわからないまま私はそれを持って帰りました。後で思えばそれはあの屋敷で見かけた立派なお椀とよく似ていました。立派なお椀なんか見たっけな。家に帰りつつと、父母の方がええんかな。父母はとても複雑な顔をしていました。それはそうでしょう。彼らがどうして私を差し出したのか。でもその時の私には分かりはしないことでした。本当はまた山のお宮へ私を連れていくのが一番良かったのでしょう。しかし二人はそうしませんでした。その年は私たちにとって辛い年になりました。私は遊び仲間から外される程度でしたが、父母への村からの風当たりは強く、もう父母、いや父母っていう、逃げ出す一歩手前だったようでした。え、きつくない？風向きが変わったのは次の年のことです。私の持ってきたお椀にいつの間にか種もみが溜まっておりました。半信半疑でそれを使ってみると、それは面白いほどの豊作となったのです。こりゃええぞ。私たちの村八部はあっさりと溶け、取れた種もみを分けてほしいと頼みに来る人たちが続出しました。あーあー、もうだいぶ昔の話です。早く早く、ねえ、もう早くってば。行こう行こう。こらこら、あんまり急がないの。転んだら新しい服汚れちゃうでしょう。服なんてどうでもいいもん。だってお祭り終わっちゃうよ。そんなに早く終わらないわよ。終わっちゃうよ。
じゃあ僕先に行くよ。待って、一緒に行きましょうね。うん。あ、お母さんの手を離さないでね、平太郎。名前出さ。結末1、人の世。大人になって子供ができて、その子供に平太郎って名前つけたの。平太郎は平太郎でああなったってことなので、着物が一緒やもんな。いや俺 3の方が1感あったけどな。3の方が1感あるけどな。なんか両親の母の優しさ、そして父の覚悟、マヨヒガって感じやったけどな。母の優しさ、父の覚悟、迫り来る妖怪、ラスト10分ドキドキが止まらない、マヨヒガやったけどな。3番の方が、うん、1巻ってない。1巻あったけどな、3番の方が。いやでもまあこうなったら逆に4番のエンディングなんやねんって感じですけどね。もうええわそれは。いやー、よかったですね。なんだかんだいろいろありましたけども、いや思いのほかよかったですね。面白かったやん。そうですか。フリーゲームもたまにはいいもんですね。いやまた機会があったらこういったゲームやってみましょう。4番に関してはもうどっか適当なよその動画で確認するとして、続編的なのは、じゃあそれも楽しみですね。じゃあ、マヨヒガ2時間半ぐらいかトータル。いやいい感じでしたね。このぐらいの時間で終わるの好きです。またこういったゲームあったらやってみたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。